YouTube ご覧いただき、ごさんぎチャンネルです。今日はね、私が無職に、なろうかなと、会社を辞めてしまおうかなと、真剣に考えた時に、参考にした人、5人、紹介しようと思います。まあ多分、なんだろうな、これから会社を辞めようとかね、仕事つれえな、みたいな、そういうふうに思ってる人たちがいると思うんだけど、でそういう人たちもやっぱり不安なのは、果たして実際すぐに辞めた時に、どんな風に生活できるか、どんな、精神状態でいられるか、どんな風に周りと関わっていけるのかとかをやっぱり気になると思うんだよね。もし本当に、ね、今まで私がこう意外と無職でなんとかなるとかそういうコンテンツを出してるけど、果たして、一人のその事例だけではなくて、いろんな人のその生き方とか考え方とか生活のスタイルとかっていうのをね、見て、参考にした方がいいんじゃないかなと私は思っていて、で事実私も、ずっといろんな人を参考にしてきました。で今日、参考にしてきた人を5人を今リストに、まとめてあります。忘れないように名前今メモ帳に書いてあります。じゃあ時系列順に紹介しようと思います。まずは、2011年、初めて私がこのなんて言うんだろうな、このゆるゆる生活っていうところが果たしてできるのかっていうのをぼんやりと考えていた時期、2011年夏、2011年夏というのは私にとっては大学を卒業して新卒で入った会社の2年目でした。もう確かこの2年目のこのタイミングはもうね、転職も決まってたし、なんていうかそこまで仕事が辛いっていう感覚はなかったんだけど、それでもやっぱり、なんだろうな、仕事それ自体に対しての印象っていうのはやっぱり結構しんどいものだし、少ない収入であっても、なんとかこう生活できるような方法はないかな、というふうに思って、探して見つけた本が、山崎久人さんという、方が書いていた、年収100万円で豊かな節約生活術だったかな、っていう本があります。で、まあね、タイトルからすると、その年収100万でいかにしてこう、なんていうか、小さく生きていくかというか、その必要なところだけでお金を使って生きていくかっていう本なのかなって思って、中を見るとね、結構ね、中身はこういろんなものがミックスされていて、まあ一つはその著者のキャリア、まあ学歴から、まあ、東京大学卒業、大手酒造メーカー勤務でも途中で30代で辞めちゃって、まあいろんな体の不調とかが来て辞めちゃって、それで、退職して、それで親がね、不動産持っていくから、その不動産の賃料がだいたい年間で100万くらいあるから、それで食っていけるっていう、まあざっくりとそんな話です。でまあその100万で食っていけるためには、まあ節約自体をするっていうのもそうだし、その人自身が料理が得意だから、いろんな料理を作って友達とかパーティーとかをその自分の家で開催して振る舞って、それでお金をちょっとカンパしてもらったりして暮らすという、そういう内容でした。で私がねそれを読んで思ったのは、100万円でなんとか生活できるなんてことではなくて、やっぱりこういう太い実家、まず一つはね太い実家、太い実家があって、毎年100万円の利益を収益を生み出すものがある、これはもうねもうものすごいでかい、あなんだこの人はすごい特別な人なんだなっていうのがね、まずそれが一つで、もう一つはやっぱりその人自身も東京大学卒業後、その何大手酒造メーカー、まあ、朝日とかキリンとかそういうことでしょう、おそらく。でそういうところで働いていて、で別に多分ちょっと本気出せばその経歴と、まあ、その出版したとか、まあ、その辺の、まあ、いろんな何してたっていう話も多分説明もできるし、そのなんていうのネットワークっていうのかな、もあるから、別にいつでもこの人は社会復帰ができる人なんだなっていうのが、この2つ自分の中でまず思って、だったからやっぱりこの少ない収入であったとしても、そうやってギリギリ その無職の生活をするっていうのはかなり特別なもの、すぐに自分のような一般人に真似できるようなものではないなっていうのがね、まず、感じました。なんで私もその時に思ったのは、じゃあいっぱいちょっと今一生懸命働いて経験やらスキルやらをつけて、もしそうやって会社を辞めた後でも何らかの形で仕事ができる、再就職であったり、まあ自営でなんとかやるだったりっていうのができるようにするために頑張んなきゃいけないなっていうのが、その本を読んで私は感想でした。まあ今ね、久しぶりにこの Amazon のレビューとか見てみると、まあタイトルがね、節約生活術ってなってるから、もっとなんか節約方法を探している節約マニアみたいな人たちからちょっとレビューではいろいろと書かれていて、
ああなるほど、そういう視点で見てたらそうなのかなって思ったんだけど、自分にとってはこの本は、無職の生活っていう、その働かない生活をするっていうのはかなり特殊なスキルを持ってないとできないっていう風に感じさせてくれたのがまず、この一冊で、この一冊に出会ったのはその2011年、私が21歳か2歳の時でした。でその次に私が出会ったのはもうそれから、まあどうだろう、その外資系の会社入って2012年から17年まで働いてたんだけど、そうだよ、7だよね。で働いていて、でやっぱ最初にそんなにそこまで辛くないというか何とかやってたんだけど、まあその辞める直前ぐらいから、うわ結構しんどいなみたいな時があって、でそこからもう一度その辞めた場合のプランっていうのが果たしてどんなものが取れるかとかね、果たしてこの働く会社で働く意義はあるのかみたいな、あのそういったことをちょっと考えちゃって、でそこで出会ったのがあのファさんっていう、まあこれは私の、まあ、この YouTube の投稿でも何回か出てるあの PHA って書いてファさんっていう人で、この人もあの先ほど言った、山崎さんと同じくして、あの超ハイスペック人間 でこの人も京都大を卒業後、まあ、あのどっかの会社で働いていて、でもあのすごく印象的ないいエピソードで、これが一番私は好きだし、そのあの自分が働くことに関して考えさせるきっかけになったんだけど、その一生懸命というか、まあ一生懸命って言っても多分、まあ、そこまでガツガツじゃなかったと思うけど、一応働いてお金をもらって、でもらったお金で働くことによって疲れて、で肩こって、でその肩こりを癒すためにマッサージに行ってお金を払って、でじゃあお金って果たしてこれ何のために稼いでるんだとそういう風な疑問が生まれたみたいな、そういったねブログの記事を私もあの当時、まあでもその当時からしたら結構もう昔の記事なんだけど、それをねいろいろ掘り起こして読んだ時に、いやまさにそうだなと、今そのある程度高い給料をもらって、まあ、お金を稼いでいるけど、で自分の場合はこうマッサージに行くとか体の疲れを癒すために使うっていうことはまあほぼてか全くなかったんだけど、その分その貯金の残高だけはどんどん増えていってて、で貯金ばっかり増えるけど、果たしてで貯金は増える、疲れはたまる、精神的な不良も増える、体調というか健康状態は悪くなる、果たしてこれは一体何をしてるんだと、あそれに近い感覚を もうすでに、ずっと前に持っていて、で辞めた人がいるんだなというのを、まあ、そのファさんという人で知って、でああなるほどこれも面白い考え方だなと思って、でじゃあその人はどういう人なのかなって、まあ、その後で調べたらその人もまた別の超人だったから、まあね学歴しっかりそうだし、そもそもの文才があるで、シェアハウスとかの運営もやってる、まあ今は多分やってないけど、まあ、当時やっていて、だからああまたこれかと、あのやっぱりこうとんでもないやっぱりこの才能を持った人間っていうのはこういった形でもあの生きていけるんだなっていうのもまたその時に思いました。だからファさんっていう人もその基本的なその労働に関する考え方は非常に面白いし、あの共感できる部分が多かったけど、それを自分に対してそのコピーできるか、その生き方かって言ったらまず絶対できないなっていうのが感想だったんで、その時はまだ完全なこの、なんていうか引退というか、いわゆる一般企業での正社員としての働き方を捨てるという選択肢はその当時は、まだなかったです。でさらにその次で、またそこの会社を辞めて、まあ、しばらくの、また、なんていうか、無職期間を経て、次の会社で働いていて、で、そっちの仕事はもうね、本当にただただ退屈。こんなに面白くないのかと。で、まあ、給料はまあ退屈だし、簡単だったから、あの、給料はもちろん下がったし、まあ、それも楽ではあったんだけど、本当にその就業時間中になんかずーっとつまんないなって思いながらやってて。で、このつまんないなっていう暮らしが、これからあと何年？まあ、当時30歳くらいでしょ、これから40年とか続くんだなって思った時に、これもまた別の地獄だなと思ってて、一体それでまた貯金もまた増えていくわけよ。その少なくなった収入とはいえ、それでも自分の生活ってすごいもうミニマムだから、あの本当にあのお金かかんないし、一番高いのはあの食費、もうエンゲルケース爆上がりみたいな、そんな暮らしをしてたから、でそこでもう一回まだ参考になる人いないかなって、まあ、今まで見てきた二人っていうのははっきり言って超人で、まあ、太い家もあったりとかして、まあ、自分とは全然別次元の人だったから、まあまあ、あくまで参考、考え方の参考として置いておこうっていう、うん、そういう感じだったんだけど、じゃあもうちょっとなんか現実的に真似できる人いないかなと思って探したのが、で出てきたのがね、大原ヘンリさんって人で、この人はまあ、介護とか確か東京のね立川とかあの辺だったかな、
その中央線のこう西の方って結構ね、その家賃とか安いからそっちの方の、まあ、郊外に住んでいて、で確か介護の仕事を週で、その当時ね、その当時確か読んだ記事だと週に 2,3 とかで、収入もそんなに月ない、まあどれぐらいやったかなちょっと覚えてないけど10万前後だったと思う、月に。それでもなんとかこう、別に家賃もすごい安い1万7000円とかなんか2万円とかなんかそれぐらいの本当のもうめちゃくちゃ古いアパートに住んで、暮らしていて、でなんか薬草のお茶を作ったりとか、あと食べ物も本当にその自分で作って、質素、必要なものだけ必要なだけ食べるみたいな、そういう暮らしをしているっていう人で、ああなるほど、この人は収入の面で言ったらかなり、現実的な路線ではあるものの、しかしその生活は真似することが多分できない、これもまたかなり特殊な例だなっていうことに気づいて、で小原恵美さんはまあその後台湾に、まあ、移住、プチ移住っていうのが多分本格的な移住はしてないとは思うけど、まあ、台湾で、一人暮らしをして、向こうの方が物価安いからね、まあ、そうやって暮らしたりとかね、すごく今も自由にやっていて、でその人のはまたこれもまた同じくして、まあ、ちょっとなんていうか方向性は違うけどかなり特殊な人だなっていうのが自分の中では印象であって、ででもね、その中でこのやっぱ文章で、ああそうだなって思った、すごく自分が印象深かったのは、貯金がね、50万を切ると不安になるみたいなことが書いてあって、確か50だと思うな、20だったか分かんないけど確か50だったと思う、その万が一の時に備えて持っておきたいのは50万円ぐらいって書いてあったのを見て、50かと、その当時はもうそれこそ多分2000万ぐらいは自分の貯金があったから、それなのにな、一体それでなんていうか、その無職になってどうやって自分は暮らしてるかって、暮らしていけるかっていうのをこうすごく不安に思ってたんだけど、でもこの人は50万をセーフティーラインとして自分で考えてるんだなと、そのいわゆる、まあ、国とかね、地方自治体に迷惑をかけないように、そのもしか何かあった時のセーフティーラインとして自分でお金が出せる、金額として大体50を目安に設定してるっていうのを見た時に、本でね、一体何を自分はビビってたんだとまあもちろんね、それどういう生活をするかとかそういうのにかなり、そのいくら貯金があれば大丈夫ってセーフティーラインの置き方は全然異なるけど、でも50で OK としてる人がいるんだったら、別に今はそんなに、なんていうか、もし会社を辞めるっていう時に、果たしてそれだけ自分が躊躇するほど今自分が危険な領域にいるのかって考えたら、そんなこともないんじゃないかなとかね、そんな風な意味でこの大原平二さんのね、文章というか本というか生き方に関してはね、私自身こう吸収する、部分がありました。ただ、まあ、さっきも言った通り、まあ、ここまでの3人は、皆さん特殊、はっきり全員特殊だと思う。この生活を多分真似ることは多分ほぼ無理だなと、いうふうに思って、でもっとなんかそういういわゆる著名人、まあ、今出した人ってみんな著名人で本まで書いてる人たちで、だからすごい人たちなんだよね、要するに。まあ本当にいわゆる生存バイアスの中でいうところの頂点にいるみたいな人たちで、だから、まあ、無職になって会社辞めた人ってやっぱりみんななんかこうしぼんでいくと思うんだよね、大体言うて、まあ生活が成り立たないであったり、充実感がないであったり、人とのつながりが消えて良くないとかね、だからそういう風に消えてっちゃってる中で、でもその中でこう特別に光ったものがある人たちだけがこうメディアに取り上げられて残るみたいな、残っているように見えるというか、ところがあると思うんで、もっとなんか現実的な路線ないかなと、思って探したのが、それで出てきたのがね、とあるブロガー、これちょっと名前伏せますというのは、これは結構否定的な内容を含むから、とあるブロガーっていうのは自分がなんていうかこう、もともとねこの YouTube 動画撮る前に結構ブログとか書いてて、でブログは割とまあ昔そのアフィリエイトで月にね5万から10万とか、まあもうちょっと行く時もあったんだけど稼げていたから、まあ、最悪なんか毎日、まあ、つまんないもんであってもなんか文章でも書いていれば多分だけど飯は食っていけるなっていうのが当時はぼんやりとありました。それがその3社目の、まあ、つまんない仕事をしている時に、多分自分は文章そんなに苦手じゃないというか、多分この動画撮りも実は自分は得意だと思ってるんだけど、文章書く方が、あ実はブログもあるんでね、自己産休ブログでチェックしてみてください。これ余計なこと言うとなんか話の本題からそれちゃうけど、まあまあ、でそのブログをね書いたりっていうのも結構得意だから、ああそういうのでもいいなっていうふうには正直、私はね思ってました。でもやっぱりそれって結局市場があるもので、自分よりもこうどれぐらい書ける人がいるのかなというか、どんな他の人はブログでやってるのかなとかっていうのを見た時に、そのまあ日常系というか、まあ、書評とかやろうと思ってたから、
で見た時になんか出てきた人がいて、あのね、正直ね、文才ないなって俺は思った人がいたんだけど、それでもそれなりのこうアクセスがあって、まあ、実家住まいとはいえそれなりの収入があって、まあいろいろとこう自分で自転車に乗ってどっかに出かけて、なんかカメラを持って写真を撮ってこんなところが行ってみたいなね、そういうのを結構毎日、まあほぼ毎日かな、記事としてあげていて、でもどれ見てもなんかまあうんだなみたいな偉そうなこと言ってるけど、まあ正直な、まあ、自分の感想として、ね、思ったのはそんなでもねえなと。これぐらいだったら多分あの自分がそのなんていうか本業というか仕事辞めて、まあ、ブログ書くだけになったら自分の方が絶対いいもの書けるなっていうのが直感的にあって、あ、じゃあ大丈夫だなみたいな。ちょっと最後はこう、まあ、今まで著名人に当たってきたけど、最後はなんつうかこう一般人というか、あのこういう大したことない人っていうと言い方悪いけど、でも自分にとって見た時に、あ、大したことないなって思った人がこうなんていうの、フリーランスっていう形で一応市民権を得て生活しているんだなっていうのを見たで、あ、じゃあなおさらじゃあこれ大丈夫だなと。これだったら、このくらいだったら俺でもできるなっていうのが、まあ割とね、最後の方の、その自分の背中を押した部分にはなりました。だからそういった、本当の、いわゆる普通の人だな。まあでもどうなんだろうな。でもそれでも一応、それでも、まあまあ、月間のページビュー数もいくつで、10万とかなんとかで、みたいな頑張ってますみたいなことが書いてあるから、まあ特殊なのかもしれないけど、でも、本当に平凡だなっていうのが自分の印象だから、平凡な人でもまあ意外となんとかなってるケースもあるなっていうのを一言で一つ、見ました。で最後、5人目で、これは、自分のリアルのこの、友人関係の知り合いでジャニーさんっていう風に呼んでた人で、まあ高校の時の友達なんだけど、ジャニーズにいてもおかしくないぐらいすごい容姿が整っているからジャニーさん、まあジャニーさんはもう亡くなっている、あの全然関係ない、まあ、それにジャニーさんってあだ名をつけたのはまだどうかと思うんだけど、まあ、めんどくさいからってことでジャニーさんって、まあ、あの呼んでて、まあ、普段会うときはあのなんていうか、ね、本名ファーストネームベーシスというか名前で呼ぶことの方が多いんだけど、まあまあちょうどね、まあ、これ YouTube だし匿名性を保ちながらジャニーさんっていう人がいて、でその人はその自分の高校を卒業して、でその後、まあ、高校大学に行かないで多分ね、まあ、フラフラしてそれでもって東京でホストをやって、でホストをやってホスト潰れて、潰れてっていうのは本人がもう体が潰れてみたいな感じで潰れて、その後バーテンダーやってて、でバーテンダーやってたら、バーテンやってた先に来た、客だったかな、まあ、ドイツのあれだったらちょっとはっきり聞いてないけど、あの女社長ね、敏腕女社長、なんか、お金いっぱい持ってる女社長となんかうまくなんかつながって、で結婚して、でなんか今ふわふわしてるよみたいな感じのやつと最後に会って、でそれがもう会社辞める結構直前で辞める決断をするね。でそいつ曰くなんかまあ結婚して、その社長と一緒になんか仕事はやってるけど、で俺ももっと仕事に関して口出したいみたいなこと言ったら、あんたはそんなにやんなくていいみたいなこと言われて、あーなんかつまんねえなみたいなふうに思ってて、でそんなさなか奥さんの方に勝手に離婚届を出されちゃって、で離婚届出されちゃって、でそれに関して勝手にやっぱ反抗として出すのってなんていうの、私文書偽造、公文書偽造、ちょっと分かんないけど、あんま良くない行為だということで、今裁判です、これから訴訟をやるみたいなこと言ってて、バカな話をしてて、だからなんかそいつと話した時に、なんだろう、あのその人はまあかなり特殊な例ではあるんだけど、なんていうかね、こう仕事をそんなにがっつりちゃんとどこかの会社に組織に所属してしなければならないっていう、やっぱり普通だったら一般的な固定観念であると思う。まあ普通そうだよね、ちゃんとした企業に勤めて、安定した収入を得て、ゆくゆくは結婚して子供を作ってみたいな、それがやっぱりモデルプランとしてあるし、いわゆる社会のスタンダードとしてあると思うんだけど、そういったスタンダードからね、こう大きく逸脱したよくわかんない人間を見た時に、あ、そうかっていう、そういう枠は別に考えなくてもいいかなみたいなこれが許されるのにだったら別に俺もちょっと枠から外れる、ほんとちょっとでしょ、言うてちょっと外れてるぐらいだったらいいかなみたいな、私はねそんなことを、思って、で最後に彼と話したのが、あの本当の足後押しファイナルプッシュとなって、もうそいつと話してる時に、お前いいな、俺もじゃあもう会社辞めるわみたいな話をして、そこで、自分の中で 腹の中ではもうあといつその退職をするかっていう話をしようっていう風に決めようかなみたいな、そんな、感じでした。以上ね、私が5人、まあ、影響を受けた人
まあ、うち3人は特殊な人、うち、4人、まあそうだな、うち3人は本当に特殊で能力秀でたものがあった人だし、うち1人は、なんていうか自分自身のその、スキルとかと、それ比べて比較したときに、まあ希望を持たせてくれたというか、まあ言い方は、まあいいけど、希望を持たせてくれた人。あともう1人は、その人生というのはもっと広い枠組みがあるんだなっていうのを教えてくれた。この5人だというふうに、私は思います。まあ他にもね、まあもし、まあ参考になる、こういう人がいて、私は、結構参考になったなとかね、そんな人がいれば、ぜひ私にも教えてください。最近ちょっとそういう情報をあんまり収集してないから、また本とかあったら、ね、読んでみたいなというふうに思います。じゃあ、今日はこんなところで。